フランス革命フランス革命の年表フランス革命の年表はフランス革命とそれに関連する出来事、さらにその原因にまで遡って取りまとめた年表である。ジュネーブのルソー像、モンテスキュー像フランス王室、独立宣言への署名、トランブル作ワシントン邸を訪れたラファイエット1787年の第一回名刺会1788年。 グルノーブル屋根瓦の被受験1789年三部会の開会休憩場の近いガビット作第三身分の目覚め連年の強作で収穫量激減。木が物価高騰。長引く不況により失業者増大1789年前年末から春にかけて全国各地で農民一揆。 穀物の価格上昇バスティーユ襲撃事件1789年の人権宣言女たちのベルサイユ更新1790年1790年の第一回全国連盟祭アッシニア紙幣1791年パリへ連れ戻される国王一家ハイチ革命三身分が作った新しい憲法の具意ライン軍団の歌を歌うリール対この時期の革命はミラボー ラファイエットら立憲君主制派によって指導されていた。市民軍は自由主義貴族のラファイエットを総司令官に任命し、1790年、彼の提案により三色旗が革命の旗となった。ブルジョワに噴したルイ16世とその家族が逮捕される場面革命勃発により、貴族や聖職者など特権階級の多くが国外へ亡命を始めていた。 1791年、国王と民衆との仲介者であったミラボーンが死ぬと過激化する革命を嫌ったルイ16世は、マリー・アントワネットの愛人とされるスウェーデン貴族フェルセンの助けを借り、王妃の実家であるオーストリアへ逃亡しようと加え立てた。6月20日、ルイ16世一家はパリを脱出するが、国境の手前のバレンヌで国民に見つかり、6月25日に、 パリへ連れ戻される。この事件はフランス国民に衝撃を与え、同時にルイ16世の反革命思向が暴露される。革命の波及を恐れるオーストリアとプロイセントがピルニッツ宣言を発表し、ルイ16世の地位を保証しないと戦争を仕掛けると脅したので、ルイ16世は国王に止まることとなった。しかし、それまでは比較的多数を占めていた、 国王擁護の国民からの支持を失う。9月、正式に憲法が制定された。この憲法は、君主制のもとで、平民であっても一定以上の税金を納めたものには、選挙権を認めた。10月になると、最初の選挙が行われ、新しい議会、立法議会が成立した。立法議会では、立憲君主制を守ろうとする不意ン派と、共和制を主張する。 ジロンド派の二敗が力を持った。ジロンド派は裕福な商工業者をはじめとした上層、中層の市民を支持層としていた。8月10日事件、バルミーの戦いピルニッツ宣言や王、党派亡命貴族による先導活動は革命政府に対する重大な脅迫であると受け止められた。ジロンド派内閣は革命維持のため対外戦争に踏み切る。 1792年4月、革命政府はオーストリアに対して戦線布告し、フランス革命戦争が勃発した。しかし、フランス軍の士官たちは貴族階級であるので、革命政府に協力的ではなく、フランス軍は各地で戦いに敗れた。マリー・アントワネットは敵方にフランス軍の作戦を漏らしていた。1792年6月20日のデモ。 国王の拒否権に圧力この年は、久しぶりの豊作だったが、圧死に上げ落につき、穀物価格上昇、3キュロットの紛争をしたカシュシュナール8月10日、事件9月虐殺バルミーの戦い国王類16世の、処刑1793年対外戦争と内戦で、共和国は、最大の苦境にバンデンの反乱、マラーの勝利、ジロンド派の最後の晩餐、マラーの死ダビッド王妃、 マリアントワネットの処刑理性の、崇拝最高存在の祭典テ,テルミドール9日、ロベスピエールの逮捕、銃撃されるロベスピエール、恐怖政治、最後の荷車1794年盆子の自由の、基盤デミエるル13日のクーデターギルレー作の、風刺画。バラスのために、裸で踊る二人の愛人版で反乱、シャレット将軍の処刑アルコレ海戦の、 ボナパルトリボリ海戦不粒口道路のクーデター、ヤッファのペスト患者を見舞うナポレオン第二次中立費、海戦ブリメール十八日千七百九十五年千七百九十六年千七百九十七年千七百九十八年千七百九十九年、宗教的理由で千七百五十二年に発禁処分となるが地下出版で続刊出版。自由主義経済の原理を示したものとして、 脚光を浴びる。些細な違反を咎めて、再建を踏み倒し、あるいは支払いを遅延して、再建者であるブルジョワジーを破産させることで、国家債務を減らす政策。強権的なやり方で、ブルジョワジーから強い不満が上がった。公認の財務総監クリニーは、反動政策を行って、チュル号の政策を全て取り消したが、休止する。次の財務総監タブローで、 レオの助手に任命されたネッケルが財務長官として財政の実権を握った。ネッケル辞職後も公認のジョリド、フルーリー、ドルメッソンによって母裁政策は継承されたが改革には手がつけられなかったのでフランス財政は自転車操業が続き赤字は膨れ上がった。世界的な火山の活動期で噴火による大気中の粉塵の増加によって世界中で気温が 最大マイナス1.5度低下した。これにより、世界中の至るところで厳冬と協作に見舞われ、基金が起こったが、これはフランス革命の遠因の一つとされる。アメリカ独立の余波はフランスにも伝わり、国内でも自由への気球が高まった。完成は1791年で、革命勃発後も失業者向け公共事業として継続された。一方で、カロンヌも、 ネッケルの会計報告書が赤字を隠すなど虚偽であったとして批判した。論争は政治的対立となって激化した。20分の1税に代わる新税で土地の制裁行に応じて全ての身分に課されるもので都権身分への課税を目論んだもの。英物は従来犬猿の中であったが1783年のパリ条約から1793年の 革命戦争の参加までの10年間は平和な時代であった。両国間は通商条約を結んで交易を活発化したが自由貿易の門戸が開かれたことでより安価なイギリス製品がフランス国内を席巻する事態となった。翌年より本格的な不況に陥ったフランスでは産業が衰退し多くの失業者が発生して社会不安が増大した。 フランス革命の援因の一つとされる。AB 高等法院を支持する民衆が軍隊に瓦や石を投げつけた事件。同様の暴動がディジョン、トゥールーズなど各地で頻発。AB 類16世が三部会の議場閉鎖を命令。反発した議員は第三身分を中心に集まり、ムーニへの提案で憲法制定まで解散しないことを誓う。5月10日に類十六世は、 高等法院の縮小を命令し、月末からこれに反対して、全国で騒乱に発展した。バルナーブ、ムーニエラが指導したもので、第三身分定員倍増、階級別でなく、個人別投票、三部会が招集を要求し、さもなければ増税を拒否することを宣誓した。この時、期日は翌年5月1日を予定していたが、実際には5日開催されることになった。 国王諮問会議とも訳す。賃金とパンの値段についての出現に橋を発した、労働者の大規模な暴動で、軍隊が出動し、工場長のレベイオンと家族がバスティーユに避難する事態になった。第3身分は拒否。ミラボー伯爵は、我々は、重権の力によらなければこの場を離れないと宣言した。資金難のため実行できず、15日に命令撤回。一方で、 命令を出した事実が一人歩きして民衆放棄を誘発。パリ守備隊司令官部ザンバルは撤兵を決断して無政府状態に。革命が生み出した無政府状態により全国の農村で大規模な放棄。放棄農民は領主官を襲撃するなどして土地台帳を焼却した。領民の報復を恐れた貴族の亡命の動きが盛んになる。全国に広がる。 農民反乱を鎮めるために立憲議会の自由主義貴族はアンシャンレジームの廃止を決断して農民の解放を宣言した。6日、国王類16世一家がベルサイユ宮殿からパリのチュイルリー宮殿へ強制移動。20日深夜、国王一家がパリを逃亡。21日、バレンヌで捕われ、25日にパリへ連行。 シャンド・マルスでの国王ハイーセーガンデモに対して、ラファイエットの国民衛兵隊が発砲。フランス革命の余波で市民権を求める村跡が放棄。22日、これに誘発された黒人奴隷の大規模反乱を始まる。オーストリアのレオポルト2世とプロイセンのフリードリ・ヒビルヘルム2世が亡命貴族の圧力を受けて共同声明を発表し、革命を威嚇した。海戦論と 反戦論の争いをきっかけに、ジロンド派とジャコバン派の主導権争いが次第に激化する。厳密には、ボヘミア・ハンガリー王としてのフランツ2世に戦線復刻したため、新生ローマ国の諸法の大半は当初戦争に参加しなかった。新生ローマ皇帝もちょうど空位で、諸法が実際参加するのは、フランス軍がライン側に迫ってから。 よく訓練された職業軍人で構成されるオーストリアプロイセン同盟軍が進撃を始めると未訓練の義勇兵を中心とし貴族士官と平民との圧力を抱えたフランス軍は統制をかぎ戦える状態ではなかったので敗走を重ねた28日にパリに伝わり民衆が激怒放棄の動きが始まった AB 民衆と連盟兵が チュイルリー宮殿を襲撃した事件。立法議会が王権の停止を議決し、議会の解散も決まった。AB プロイセン軍がベルダン要塞を攻略したニュースがパリに届いて、パニックが発生し、数カ所の監獄に民衆が殺到して、大半が王党派とは無関係の習慣者を無差別に虐殺した事件。ただし間接選挙であり、 選挙権も現代の普通選挙とは異なるいくつかの制限があった。この提案は、ジロンド派の一部が主張したものに過ぎないが、ジロンド派イコール連邦主義者という悪評が定着するもとになった。連邦主義は地方主権論であるが、中央集権とパリ独裁を主張する革命主流派の敵とみなされた。オーストリア軍を撃破し、南ネーデルラントの支配権を奪った。 公安委員会の前身、徴兵制度とは違うので注意。聖職者民事基本法への先制問題と30万人動員令に反発した応答派農民が反革命への放棄を起こした。北方軍司令官のデュムリエ将軍がオーストリア軍と共謀してパリに進撃して王政復興を目指した事件でフランス将兵に拒否され、デュムリエはルイ・フィリップらと共に亡命した。 前線の最高指揮官を失ったフランス軍は大混乱に陥った。バンデ反乱軍が撃退され、指導者カトリノーが重傷を負って後に死亡した。エビーメートル法が一般に浸透したのは1840年代。これも徴兵制とは異なる。人的、物的資源の無制限の動員を可能にするもので、総力戦体制の始まり、ジロンド派と親しい商人で、 国人共の会のメンバー。立法議会及び国民公会が派遣した4人の委員の一人。議員ではなかったので、両議会の代わり目でも活動した。配置革命で重要な役割を演じるが、1797年にサンドマ代表の議員となって島を離れた。サンキュロットの要求を受け入れて、恐怖政治が始まった。抗議では8月10日事件や6月2日の革命に、 すでに開始されていたという考え方もあるが、国民公会が公式に認めたのはこの日から。AB 別名、食料挑発隊、軍事組織ではないので注意。反革命容疑者の全財産を没収して、貧困者に再配分しようとしたが、施行はされなかった。歴史家の中に協議として、フランス革命をテルミドールのクーデターをもって集結としたものがあったが、現在、 総裁政府機を革命に含めないという考えは主流ではない。英国王を王とする国家でパオリハニよるルエコルシカ、総督エリオットとの対立で崩壊した。シャレット・トストフルは相次いで講和に応じ、バンデ戦争はキブロン遠征で再開されるまで一時休戦した。アッシニアの価値が急落。物価が高騰。バラスの副官ナポレオン・ボナパルトがこれを鎮圧。 土地手形や土地証券などとも訳す。ハイパーインフレに陥ったアッシニアを回収するための政策で、再び土地と交換する新紙幣として創設したもので、あったが大量にアッシニアを保持する浮遊者に土地を配ったも同然で、格差をより拡大させた。バブーフの陽動派宣言で告発され、放棄の要因になった。バブーフをはじめ陰謀に関わった。 数名が逮捕された。反乱未遂事件。フランスブルボン家を打倒した革命政府は、その親戚であるスペインブルボン家と、大英同盟を結ぶに至った。これにより革命戦争は、革命対反革命というイデオロギーではなく、列強間の国益をめぐる争いに戻った。王党派が躍進した選挙結果を軍隊の力で無効にした事件。 ボナパルトがイタリアから派遣したュロー将軍が指揮した。ありがとうございます。